第2次、橋本改造内閣は、橋本龍太郎が、第83代内閣総理大臣に任命され、1997年9月11日から1998年7月30日まで、続いた、日本の内閣である。前の第2次橋本内閣の改造内閣である。橋本の自由民主党総裁の再選に伴う、内閣改造。留任は、橋本首相。 三塚博士、大倉大臣、小泉純一郎厚生大臣、久間昭夫防衛庁長官の4名。幹事長の加藤浩一、政調会長、山崎拓は、続投したが、梶山政六の内閣官房長官の辞任を認め、同じ小渕派の村岡健三を公認に当てた。ロッキード事件で有罪が確定していた佐藤隆之を、 総務長長官としたことに非難が集中、佐藤は9月22日に辞任した。佐藤は歴代内閣に入閣を拒まれ、橋本も入閣させない意向だったが、中曽根康弘の強硬な推薦に講しきれず起用した。この一件で内閣支持率は改造前の50%前後から30%台に急落する。小渕派の会長で橋本と同期の小渕慶像が、 外務大臣に起用され、外務省の事務当局が米国への配慮から難色を示していた対人地雷全面禁止条約の署名を決断。日本は米国に気兼ねせず独自の判断をすればよいと平然と語るなど存在感を見せていた。この内閣の時に北海道拓殖銀行、山陽証券、山市証券などが経営破綻に追い込まれて金融不安が発生する。 大倉省接待を食事権が国民的問題になり、大倉大臣の三塚博士が1998年1月28日に隕石辞任し、森吉郎、梶山清六などが名前が有力候補に上がったが、二人は故児し、衆院予算委員会長の松永光が就任した。1998年5月には衆議院において副党や、 無所属議員の入党などにより自民党が単独過半数を回復する。これらの情勢の変化もあり6月1日、社会民主党、新党先駆けとの格外協力を解消した。1998年7月に行われた第18回参議院、議員通常選挙での自民党大敗により内閣、総辞職する。同選挙では、環境庁長官の大木博氏は落選した。 ちなみに、村山改造内閣以来の女性閣僚が一人もいない内閣であった。ありがとうございます。